春木町は、かつて、大阪府仙南郡にあった町。現在の岸和田市北部にあたる。本校では、前進の北かも村についても述べる。南軍春、木村の集落はもともと地内東側に形成されていたが、天正年間に消防し、沿岸部に移った経緯がある。1705年に裏方の居住区となる南部を、 南春樹として分立し、南春樹は南東に隣接する、カモリ村の一部となった。また、1730年に、消防前の集落所在地のあたりに再度形成された、集落を新春期として分立したが、新春期は春樹村の一部として扱われた。なお、南春樹は1874年に、再度春、木村の一部となった。明治中頃まで、 南軍春、木村と泉郡春、木村を区別するために、佐藤春樹、山春樹と呼び分けられることがあった。なお、山、春樹の方は、松尾谷一帯に成立した、中世の小園名に由来するため、他にも、春樹川村があった。町村正志向に際して、佐藤春樹も、山春樹も、自治体名に、春樹を採用せずに、北かも村、南松尾村となった。 その後、里、春木の方では市街化が進み、春木駅が開業したこともあって、北鴨村が調整を施行するにあたって自治体名に、春木を採用した。このような経緯から、現在春木といえばほとんどこちらを指し、道路の案内標識においても、岸和田市の春木閣町は単に、春木と表示され、泉市、春木町は、春木のように表示されている。ただし、 東洋防止工業、春木工場の春木は、泉市の春木町を指す。春木町時代には、各大技に通称町を設置していた。以下は、旧、八木村岸和田市合併翌年の1943年には、各大技に、町を付した12町になった。春木町では1965年に通称町を、活かした15町が成立したが、 大柴小学校区となる山頂は春樹を監視しない、町名になっている。1967年には、沿岸部の埋め立て地に新たに二丁が成立した。なお、現在、春樹地区といった場合、元春樹、磯上の二大技を指し、吉井及び旧、八木村の十大寺は含まないことが多いため、ここでは記載していない。以下は、沿岸部の埋め立て地。以下は、旧。 ヤギ村に位置する。以下は、旧、ヤギ村を通る。ありがとうございます。